はい、皆さんこんにちは。ワンダリングルフィジです。では今回はスプリムルーラー2020続きをプレイしていきたいと思います。もう前回までにね、北朝鮮との戦争は終結してまして、今は韓国軍が中国軍、ロシア軍と戦闘中なんですが、まあ、これにはね、介入しないという方針で、日本はひたすら内政に注力していきましょう。まずはすり減ったお金ですね。これをね、回復していきたいと思います。で、今だと8000メガ。まあ、9000弱メガですかね、しかない状態で、GDP がようやく3万ドルを回復してきたというところなんで、これをさらに押し上げつつ、お金を貯めていきましょう。とにかく、日本軍はね、関与しないという状況なんですが、そんな中、タイ軍の動きがね、妙な動きをしているっていうのも前回最後に、珍事として起きたわけなんですが、タイ軍の動きにも一応ね、注意を払っておきましょう。まあ、タイがいきなり日本に戦争を仕掛けてくるってことはないと思うんですが、まあ、それでもやっぱり気になるといえば気になりますからね。じゃあまずは内政でいうとどうだろうな、貿易、ここでね石油が大赤字になってるのをなんとか回復していかなきゃいけないので、石油を回復しなきゃいけないのと、あとはどうだろう、これを見ておくと産業物資もちょっと不足してきてる感じがあるので、産業物資も立てていきましょうか。で、軍事工場系はもう完全に北朝鮮平壌近辺に作っていきましょう。日本本土はもう、まあ言ってみれば安全なというか、まあなんといっても結局のところ施設を、軍事工場を作って施設を作ってもね、それを大陸本土に運ばなきゃいけないっていうのがね、すごく面倒だっていうのが分かったので、であれば初めから大陸に作る方が圧倒的に有利だよね、楽だよねっていうところなんですよね。あと航空戦力はすごく有用なので、平壌近辺には、こういったものをとにかく作っていきましょう。で、海軍ユニットもね、欲しいんですけどね。で、貿易の方も一度戻りましょう。何が足りてないかっていうところなんだよな。今、消費物資と軍需物資をひたすら売りさばくっていうビジネススタイルなんですけど、これだとね、あんまりよろしくないんで、まず石油をなんとか、していきたいなっていうところ。この石油の赤字が半端ないことになってるんで、この石油の赤字と、あと水も結構危ないよな。水もマイナスになってるもんね。水もじゃあちょっと施設建てていく？水も施設を建てていって、そこで、今の貿易の赤字分を完全に取り戻しましょう。で、材木とかはまあぶっちゃけ大した額じゃないんでいいでしょう。穀物はこの後プラスに転じてくるはずです。北海道に大穀倉地帯を作っているので。で、電力は原子力を発電していけばいいよね。で、ウランは完全にプラスに転じたというところで、産業物資だね。産業物資がちょっとばかし厳しいことになってるな。これでじゃあ作っていきましょう。まあ、ボロボロになった経済をね、立て直すところからですね。あとは研究枠で見ておくと若返り薬、これを作ってあるんで、この若返り薬を世界中にばらまくっていうね、需要は絶対あると思うんですよ。若返り薬の需要はこれでもかっていうぐらいあるんじゃないかなと思うんですよ。なのでそれをね、売りさばくっていう。そういうところで進めていきたいですね。ちょっと今 PC の方が重くなっちゃってるんで少しお待ちくださいね。なんかね、最近このゲーミング PC 使ってるんですけど、少し調子が悪い気味なんですよ。なんでね、いきなり落ちたりしなきゃいいなっていうのも、落ちちゃったりすると収録がパーになっちゃうんで。まあ、あんまりこういうことを話するのもあれなんですけど、大使がね、この収録の前にやってた大使が一体落ちましたね。まあそれは自分の PC が悪いということだと思うんですけど、さあ時間はちゃんと動き始めたのでこれで一旦よしとしましょう。やべえな、お金がないよな。お金がこの辺りで誰かが軍事物資を売ってくれって言ってくれないと金が底をつきますね。で中国軍とロシア軍と韓国軍の戦いぶりはというと、まあ一進一退だな。ここにねアメリカ軍とかが入ってくるとまた事態が大きく動き出しそうな気もするんですけど、今はまだねそんな様子はないかな。で施設は続々と完成してますね。そうなるとあれだな、軍事系の施設、特に生産系で生産していくのはちょっと難しい状況ですね。今のこの3300メガしかないってなると。で、基幹細胞の研究がもうすぐ終わりそうかな、こう見ると。基幹細胞が終わると次は遺伝子治療に行って、遺伝子治療が終わると若返り薬品に入るんだな。順番で言うとね、遺伝子治療のためには基幹細胞の治療が必要で、今基幹細胞の治療がもう少しで終わりそうですよね。一番画面の下に出てますけど、これさえ終われば続いてこの若返り薬品、研究費550名が計画に対する国際世論無関心ってなってますけど、いやそんなことないですよね。もう僕も他の動画とかツイッター動画では言ってますけども、35歳アラフォーになっちゃったんでね、結構ねやっぱその年を感じることも、これ今はないんですけどこれから多分出てくるんじゃないかなと思うと、若返り薬品ができたらねこれは嬉しいな。あとはルパンで人造人間とかやってましたよね、永遠の命的なもので。やっぱりね、人間の永遠の欲求、要望ですよね。この若返り。永遠の命。さて、では、一旦、こちらの韓国軍たちの様子をもう一度見ておきましょうか。ここは相変わらず、うだうだ戦ってる感じだな。全面戦争には至ってないっていうのと、ロシア軍は兵を引いてますね。まあどうしても兵って言い方をしてしまうのは、この前に今お話したように信長の予防大使をやったんで、軍じゃなくて兵ってどうしても言っちゃうんですけど、まあタイ軍がここにね駐留している理由がよくわかんないんだよな。いや別に駐留してくれてる分には全然いいんだけど、何かを立てたね今。何かを立てたぞ。まあいいか。産業物資の貿易赤字がちょっと膨らんできてるんだよな。取引がマイナス2500だもんね。需要が7万1000に対して、今だと生産が4万しかできてないから当然輸入に頼らざるを得ないわけだ。その分の貿易赤字が膨らんでますね。ここはちょっとでも生産量を増やしていきましょう。まあ、さっき、産業物資の生産拠点は作ったんですけど、もう拠点で作れる生産能力っていうか建設能力って言った方がいいのかな。日本の建設能力がいっぱいいっぱいなんで、なかなかすぐにパンパーンと出来上がらないっていうね事情がある以上、しばらくこの赤字が続くと考えていいですね。となると今のこの3000メガでやりくりしなきゃいけないんだな。戦争なんてもってのほかだな。今戦争が始まったら何もできずに終わってしまう。そう考えると韓国軍の経済すごいよね。韓国の経済、北朝鮮と戦ってそのまま中国軍ロシア軍と戦ってなお今継戦能力がある状態ですよね。いやこれゲーム上だけの話になるんでしょうけど、韓国軍の経済力日本よりも優れてるよな。石油の貿易赤字なんとかしたいよね。石油1393ってなると研究もね、本来だったらガソリン生産アップグレード、これでガソリンの生産向上率が 15%、 まあそもそも石油があんまり取れないからな。あとエネルギーの節約かな。ガソリンの消費人口がマイナス 5%。 この辺の研究項目ちょっと探っときましょうか。科学系でいいのかな。できればね、その石油を使わないで済む、石油を少なくて使用量を減らすようなものがいいので、社会とかかな。発展型水処理、これはあれか、淡水の消費人口がマイナス10、淡水の産出量がプラス10、これ結構いいよね。これすると今水も赤字になってたのがプラスになるかもしれない。まあそれは置いといて、バイオロジー織物、この辺もちょっと違うよな。となるとやっぱり技術、次はバイオ燃料。バイオ燃料をやると、もしかして石油を使う量が少なくて済むとか。まあ、あとはもうね、石油を使った発電を一層やめてしまうっていうね。そういうのも手だよね。これ、でもバイオ燃料次入れとく？バイオ燃料入れたいわ。バイオ燃料入れよう。まあ、当分先になりますけどね、今もう研究施設がいっぱいいっぱいなんで。あとは、多分ね、皆さんも興味がある戦争のところ。21世紀の軍艦。近代的海軍兵器。近代的海軍エレクトロニクスの開発が先に必要だ。あとはミサイル関係ですね。ICBM 性能向上。NBC。あとは顧問ミサイルって何？顧問ミサイルはエレクトロニクス火器管制システム。これは火器管制が前提条件になるってことは何なんでしょうね。命中度を上げるとか、そういう戦略的なところだったり戦術的なところの発展型ミサイルってことなのかな。ちょっとね、近代兵器あまり、詳しくなくて疎くて申し訳ないんですけども、あとレーザー誘導とかちょっと必要ないかな。火器管制システム、これさっきのところですね。改善型火器管制システムも入っていると。核弾頭ミサイル、これは国内からも国際からも白菜みたいになっちゃいましたけど、国際世論からも反対ですね。近代的海軍兵器、近代的海軍エレクトロニクス、この2つが入ると21世紀型軍艦が作れるというところですね。あとは空母のカタパルト。あ、国際連合からの外交の申し出が来てる。これは提供、35,000トンで、要求はお金。いや、これ無理だ、拒否しよう。だって今お金3000も出したら国債発行しなきゃいけなくなるからね。穀物は確かに需要がまだ追いついてない状況にはなってますが、ここは我慢しましょう。まだできてないか。ここはね、出来上がったら一気に穀物というか食料事情が変わるんですけどね。まだまだ時間がかかりそうな項目です。前回の動画見ていただいた方はご存知だと思うんですけど、北海道に大穀倉地帯を今建設中なんで、あれが完成すれば一気に国内の食料事情が好転すると思うんですが、韓国軍でも本当に頑張ってるね。韓国軍の主力兵器は何を使ってるんだろう。まあ、韓国軍と中国軍がやり合ってくれる分には全然構わないんですけどね。このまま状況を見極めて、国力を回復させて来るべき次の戦争に備えたいところなんだけど、どうしても今新しい軍事の開発にお金を回す余裕がなくなっちゃってるからな。やっぱり日本はこの石油の貿易赤字1151メガ、これを回復しないと発展型の成長を遂げるのは難しいですね、ゲーム上。施設建設が中断されている。これはなぜ？工業製品欠乏。工業製品欠乏って何が欠乏してる？これは産業系の物資が欠乏してんのかな？ただ産業系の物資はそれなりに入ってきてるけどな。今だと、需要と供給満たしているようにも見えるけど、いずれにしても、これ、工場建設が止まってるのは良くないな。どこに何を手を入れればいいのかちょっと読めなくなってるな。取引がマイナス0トン。これはいいとして、需要に対して消費がやっぱり止まっちゃってるっていうのは、取引ができてないから工業製品が不足しちゃってるってことだよね。うん。それは間違いなさそう。ただ、お金にはまだ余裕があるからな。輸入ができなくなってるっていう状況ではないと思うんですが、こういう状態？石油も、これを見ると、取引必要量を満たしてないもんね。さて困ったな。これはどういう状況だ？戦争中はね、いろんな国がこぞって軍需物資を買ってくれてたんでよかったんだけど、軍需物資売れなくなってるかな。ちょっと待ってね。消費物資の貿易がマイナスになってる。これだな。これでお金が一気に減ってるんだ。となると、このままいくとお金がなくなるっていうこと？いやー、困りましたね。どうする？消費物資は売ろう。一旦輸出しよう。ユニット数どんだけ売るか。いやー、でもユニット数マックスまで売ってるからな。これ以上どうしようもないってなると、個別の外交で売りさばいていくしかないね。叩き売りしていこう。まずコリアに対しては、叩き売りがそもそもできるのか。貿易やってるから個別の項目を叩き売りしていくしかないけどな。どうするよ。マジか。これ相当厳しい状態だな。製品、消費物資、これをいやでも結構お金ないんだね。韓国も8000しかないもんね。これでちょっと試してみる？なんか絶対飲んでくれる気しないけど、まあでもこうやってお金を叩き売りしていくしかないよね。1900まで減っちゃってるからな、お金が。まずいね、本当にまずい。どうする？研究が前進、まあこれはいいよね。研究前進分はさっきの基幹細胞が先に進んだというところになります。いや参りましたね、本当に。何も考えずにバンバン工場を建てた挙句がこれか。かといってね、税金税率上げたりするとなんかもっとひどい目に遭いそうだしな。軍事施設ばっかり出来上がってるね。この辺りはでも対戦中に考え、お、外交取引成功してるじゃん。ナイスナイス、売れたね。ちょっとでもいいんでお金を稼いでいきましょう。これを繰り返していくしかないな。いろんな国に対して、中国に対しても売りさばいていこう。中国めっちゃくちゃ金あるな。半端なくないですかこの金の量。中国の35万5700メガ。いやー、これ中国とさ、もう国力の差がありすぎるな。日本と中国の国力の差をまざまざと見せつけられる悲しい現実ですね、これは。そういうこと？これさ、普通にさ、日本に対してさ、この恵んでほしいよね、こんなに金があるんだったら。さて、ここは基幹細胞が進みました。外交申し出、適用項目、おー、やっと来た。適用項目が一時的に6228メガ。おー、めっちゃくれるな。で、何これ、タダでくれるってこと？提供項目はタイランドが一時6200。要求項目はタイランドは金融資産価値、提供。え、何もないじゃん。受け入れるよ、こんなの。もちろん。何タイ？すげえいい国だな。微笑みの国タイ。微笑みの国タイから6000メガダラー一気にもらいましたね。6000メガダラーも一気にくれたってのめちゃくちゃ大きいな。いや、もうこれタイに頭上がらないですね。で、中国は拒否でしょ。まあいいけどさ、6000メガもらったんで。これ国債とかひどいことになってないでいいよね。国債新たに発行とかっていうのは全然嬉しくないんで。国債は発行してないね。大丈夫。いやー、タイのおかげで命が救われたな。6000メガダラーですからね。6000メガダラーってすごい額ですよ。こんだけタイに資金援助してもらって、しかもタイ軍が駐留してるってなると、なんか勘ぐっちゃうよな。ただで6000メガもくれるとは思えないからな。まあ、ここはね、タイに6000メガもらったっていう意味では。まあ、それだけ日本がね、苦しい状況になってるんですよね、今の日本。やっぱり北朝鮮との戦争、勝ったものの、得られたものは小さい割に失ったものが大きすぎますね。消費物資がマイナス4191。マイナスだよ、マイナス。どういうことこれ、ちょっと確認しよう。マジか。全然生産ができてないね。生産ができてない理由は産業物資がないからとか、石油がないからとか。いやー、ちょっと危ないぞこれ。経済が波状するな。まさかこんな事態になるとは。タイからもらった6億を一瞬で溶かしちゃったね。この辺のゲームシステムがちょっといまいち分かってないのが痛いな。確認しないと。今だと生産ができてない状態になってると思うんですね。というのは、ちちょっとここの例えば消費物資の生産を見てみると、まず生産が6万2000トン、需要が6万7000トン、で備蓄が10万5000トンあって、取引がマイナス500になってるんですよ。5000か。ってことは5000トンどっかから輸入してるってことだと思うんですよね。これはどうなんだろう。ちょっと意図してることと違うよな。かつ生産のライン的にはどうなんだろう。止まっちゃってんのかな。生産量。消費量。で、消費物資がようやくプラスになりましたよね。プラス408メガ。取引量としてはプラスになったと。どっかのラインが止まっちゃってる理由がどっかにあるはずだよね。これはきっと石油が輸入できなくて工場が稼働できないとかそういうことなのかな。お金がなくてっていう。これ石油がないから経済が止まっちゃうっていうのと同じだよな。タイからせっかくもらった6億が一瞬で溶けちゃったっていうのがそういうことですよね。消費物資はどうしても日常的に必要なものになるので。いやー、ちょっと無計画に工場バンバン建てすぎたな。必要なところに必要な工場の数だけ、例えばここで、今生産がこんだけで需要がこんだけあるからあと何千トン必要だねっていうのを見極めて作ればよかったんだろうな、順番的には。えいやーで、例えば穀物生産拠点を北海道に20個ぐらいどかどか作りましたけど、ああいうところで使ったお金のダメージがこういうところで地味に効いてきてる感じですね。インダストリアル。これ産業物資のことですね。なんとか持ちこたえていくしかないけど、産業物資がマイナス1150だからな。いやー、なかなか厳しいですね。経済の立て直しどころじゃない、経済が波状するな、このままだと。はい。というわけで、大体システム的なところはようやく分かってきたものの、すでに時遅し感があるんですが、何度か経済立て直しましょう。で、生産系はともかく残っている残りの研究にかける思い。研究でなんとかしのぎましょう。エネルギーの節約が入れば、どうだったっけ？エネルギーの節約 15% ぐらいマイナスになるんだよね。材木の消費人口がマイナス 15%、ガソリンの消費人口がマイナス 5%。ちょっと知れてるかなって感じだけど、中長期的に見たら効いてくるはずなので、これが入ればいいでしょう。で、ガソリンの生産アップグレード。生産自体は、そんなに多くはないと思うんですけど、それでも利率が 15% なんで、それなりにあるので、これが入ってくればね、ちょっとはマシになるんじゃないかなっていう期待感で、あとは貿易のところで言うと、北海道の穀物大生産拠点が完成すれば、ここも食料事情は一気に好転するはずですね。で、水も、どこだったかな、長野県の下あたり、山梨県あたりに作ったので、それが完成すれば。で、材木に関してはね、ご覧の通りマイナス幅知れていますと。で、石油今マイナス88ですけど、これは本来は1000超えてる値が必要なんで、しょうがないですね。もっともっと輸入できる力をつけていかないと。で、消費物資、産業物資ですね。消費物資はいいんだけど、産業物資がマイナス1491になってるのは、産業物資が作れてない。おそらくこれは石油が入ってこないからだと思うんで、経済を根本から立て直したいんですが、そのために国債を発行するのは下げたいところなんですよね。今だって国債発行すると金利が 29% っていう、もう暴利ですよ、暴利。この 29% の国債を発行するなんて自殺行為なんで、これは絶対にやりたくないんで、今あるものでしのぐしかないですね。はい。というわけで、一旦今回はここまでにさせていただいて、次回ですね、この続きプレイしていきたいと思いますので、スプリムルーラー、詳しい方いらっしゃれば、ちょっとここからどう立て直したらいいのかっていうのをね、教えていただけると嬉しいなというふうに思います。はい。というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ、チャンネルの登録、あとはですね、Twitter の方で動画の収録状況と、あとは配信状況、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。